この国をいいところに、もっと素晴らしいところに。翼の塔です、ありがとう。翼の塔です。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、今日のテーマは世界初イギリスが利上げ、大混乱する経済でございます。はい、イギリスがですね、まあ、いろんな意味で、混乱しております。はい、これちょっと前だったかと思うんですけれども、EU 離脱による人手不足の影響で、スーパーマーケットの棚が空に、先進国でなかなかこういうことが起こることっていうのはまあ珍しいわけですね。イギリス経済どうなっているんでしょうかというのが、今日のテーマでございます。これも少し前ですが、話題になりました。9月、イギリスの全国ガソリンスタンドで在庫がないということになってですね、客同士が殴り合いをするような大混乱が起こりましたと、こういう事態に見舞われています。スーパーマーケットとかガソリンだけじゃなくてですね、様々なことが、まあ、今混乱しております。EU 離脱により、外国人労働者移民が担っていた、仕事の担い手がいなくなり、トラック運転手不足で、物流が大混乱していると。このトラック運転手不足は推定10万人と、うち2万人が外国人労働者の不足だというふうに推計されています。そしてこのトラック運転手だけではなくてですね、様々なエリアで、この人手不足ということがですね、明らかに問題になっています。まあ、その発端はやっぱり EU 離脱なんですが、まあ、やっぱり大きな変化が、まあ、起こっているわけですね。ガソリンはリッター約200円ぐらいに今なっちゃってると。で、9月の混乱時には、リッター400円で売る店もあったということでですね、このガソリンだけではなくてあらゆるものが値上がり傾向にあるというのがですね、今のイギリスの状況でございます。まあ、今世界中でインフレが問題になっていると、当チャンネルではまあ結構最近インフレの話をしておりますけれども、まあ、このイギリスのインフレっていうのはですね、まあ、しかしある種この人手不足でインフレになるというのはですね、日本も少子高齢化なわけですから、長い目で見るとですね、人手不足によって、こういう供給が不安定になってインフレが起こるという可能性はですね、かなり高いんですね。まあ、それをなんか、まあ、見せてくれてるということも言えるかと思います。イギリス消費者物価指数が11月に 5.1% になりましたと。まあ、結構高い数字ですね。アメリカが 6.8 まで上がりましたから、まあ、それと比べればややマシなんですけれども、しかしインフレ率は 5% というのはですね、まあ、かなり高い数字ですね。EU 離脱の混乱が顕在化して、またインフレ率以上の影響を国民に与えているという面がございます。まあ、何せ、ガソリンが買えないとかですね、インフレ以上に、混乱がいろいろありますと。で、インフレ問題を重く見た、イングランド銀行、中央銀行ですね、コロナ後の世界で初の利上げに今回踏み切りました。決定をいたしました。金利を 0.25% にすると。まあ、まだ低いですが、まあ、今後もですね、段階的に利上げが進んでいくものと、思われます。まあ、アメリカも来年には利上げすると言っておりますし、世界中がですね、この金融引き締めに転換しているという状況がですね、まずこのイギリスからスタートしたと、今回そのような状況です。で、原因はやっぱり、まあ、インフレが予想以上にですね、社会の、まあ、明確な問題になったと。まあ、しょうがないので、本当は金利上げたくないんだけれども、上げざるを得ないという状況になっているということです。
こちらジョンソン首相ですね、英国のジョンソン政権の支持率は、激減しております。純支持率マイナス 35%、これは支持率から不支持率を引いた数字なんですけれども、まあ不支持率が相当高まって支持率がガタガタに下がっていると。まあスキャンダルがですね、まあいくつかあってですね、まあここにも書いています。2020年の、ロックダウンしていた時に、官邸でクリスマスパーティーを開いていたという報道によりですね、まあその他いくつか重なってですね、まあ支持率が落ちているんですが、しかし根底にはですね、まあ国民の不満がかなり高いというのが、背景にあるかというふうに見えます。インフレとか、ガソリンが手に入らないなどのですね、生活を直撃する事件は、大きく社会を混乱させるということがですね、まあ明らかになった、イギリスでございます。で、日本ではまだ、日本だけはですね、インフレに陥ってない、まあ先進国という状況でございますけれども、しかし、まあ日銀の予想とかを見ていてもですね、アメリカなど他国のインフレに引きずられるような形で、どうも日本もインフレになりそうだという予測が今出ています。まあやっぱりですね、生活を直撃するような事件が起きてくると、まあ政治含めですね、そういうことに興味を持たざるを得ない状況になってくるわけでございますね。イギリスは今深刻な人手不足です。人手不足による供給制約でインフレがさらに加速するという状況にあります。今回のインフレは、まあ、コロナ禍によってですね、起こっているものでございますけれども、そのベースにはですね、まあ、様々な理由があって、この人手不足による供給制約によるインフレというのはですね、先進国では、まあ、もう構造的に起こり始めていると、思われます。さっき言った日本でも少子高齢化ですから、少子高齢化の日本も人手不足が問題になり始めていると。実は明日は我が身であるぞということなんですね。イギリスでは、移民や外国人労働者が担っていた作業の担い手がおらず、例えば果物が収穫できず農園で腐った、果物を収穫していた、移民や、労働者、外国人労働者の人がいなくなってしまって、こんなことが起こったと。これは農園の話だけではなくてですね、まあ、様々な生産の現場で、混乱が起きていると、いうことです。安易な移民推進はもちろんダメなんですけれども、しかし、まあ、今まで移民政策をガンガンやってきたところからですね、もうガツンと転換するというのは、やはり容易ではないなと。いうふうに、まあ、このイギリスの件を見ていてですね、まあ、思うわけです。日本も外国人労働者という形でですね、まあ、実質の移民大国だと言われるわけでございますけれども、このあたりをですね、もちろん、その、今の外国人労働者制度は明らかに安易な移民推進の、まあ、方策でございますので、それらは直していかないといけないんですが、やはりこのイギリスの状況を見るにもですね、ちゃんと手続きを踏んで具体策を持ってですね、転換していかなければ、結局のところ、不幸な国民が増えると、まあ、極めて難しい問題であるなと、解決しないといけないんだけれども難しい問題であるなと、イギリスの件を見て思います。こちらはイギリスの株価指数ですね。フィッツィの100と。このイギリスの株価、これ日本の株価、同じ5年間なんですけれども、日本と比べてみてもですね、伸び悩むイギリスの株価と。まあ、イギリスというのは、まあ、シティがありまして、金融の中心にあるわけですけれども、まあ、何の数字で見るかですが、まあ、産業力の一つの、まあ、指標であるこの株価、世界中が金融緩和で、お金ジャブジャブで、日本ですら株が上がってきたという状況なのにですね、イギリスは、まあ、ほぼ横ばいであると。かつてからですね、まあ、イギリス病と言われてきたわけでございますけれども、なんかもう、イギリス病が定着してしまっていると、
改めて今回調べてみて思います。こちらですね、イギリスの GDP の、名目 GDP ドル換算の数字です。なんと伸びてないんですね。まあ、GDP もいろんな数字があるんですけど、私割とこの名目 GDP ドル換算がなんか直感的にしっくりくるんですね。結局基軸通貨ドルですから、今の世界の、ドルで、まあ為替の影響とかを取っ払ってですね、というか、まあ結局何で換算するかというと、やっぱドルで換算してみるのが一番まあいいわけですね。ちなみにこの名目 GDP ドル換算が伸びてないのはイギリスと日本ぐらいでございます、先進国で。まあ数少ない停滞している国の一つがまあイギリスであると。まあもちろん日本もですね、同じような状況ですから、まあ問題なのですが、GDP も伸びていないと。EU 離脱ブレグジットによる混乱の懸念から、イギリスから資金が逃げているというふうに見えます。株価指数で見るとですね、割安、まあ企業が上げている利益なんかから比べるとですね、イギリスの株価は、割安なんですけれども、割安なんだけれどもさらに、資金が流出していると。その理由は、やはり EU 離脱以降の、混乱がですね、まあ結構深刻だと世界中の人たちが見ているということですね。こちらはイギリスの中にある大きな問題、北アイルランドですね。グレートブリテン島と北アイルランドの2つからイギリスというのは成り立っているわけですが、北アイルランドではですね、4月に内戦状態になっていましたという報道がございます。その内戦状態は、ソーセージ戦争と言われましたと。これはイギリス本土から北アイルランドに向けた、冷凍肉の出荷が困難になることによってですね、人々が怒り狂ったと。まあ、こんなことも起きているわけです。まあ、暴動というか本当に、内乱に見えるようなですね、暴動が起こったと。これがまあ、これも EU 離脱に関してですね、北アイルランドとイギリス本土の間での手続きが煩雑になってしまいましたと。イギリス本土の企業は、北アイルランドの企業と取引をもうめんどくさいのでやめようというふうになる企業多くなってしまいですね、北アイルランドに、入る物資がなくなってしまったと。特に冷凍肉でそういうことが顕著に起こり、人々が怒り狂う、内戦だというほどになるまでですね、物が止まったと。なかなか先進国でこんなことは起こらないわけですね。これは EU 離脱の時にですね、議定書、北アイルランド議定書というものが結ばれています。これは、北アイルランドだけは、イギリスと一体的な EU 離脱を放棄していてですね、同じイギリス国内にもかかわらずですね、グレートブリテン島と、北アイルランドの間には、物流上の国境ができてしまっていると。いうことなんですね。これにより非常に混乱した状況が生まれていると。イギリスは、この状況を解決したいわけですね。政治的にはやっぱりその北アイルランドの混乱の問題というのは、まあ、めちゃくちゃ頭が痛いんですね。日本人の我々が、まあ、あんまり想像できない面もありますけれども、イギリス人にとってみるとですね、この北アイルランドの問題っていうのは、まあ、かなり大きな問題なんです。EU からすればですね、イギリスにもうお前らが勝手に出て行ったんだから、なんか議定書を変えろとかどうとか言われても困るというふうな立場であってですね、しかしイギリスは、EU に対して、規制の適用免除期間を設けるように申請し、またこの北アイルランドの、議定書の抜本的見直しを要求しています。しかし、これも、EU 全体からすればですね、お前らが勝手に出て行ったんだからもう、しゃあないだろうと、平行線になっておりまして、EU 離脱方針決定から6年目を迎える来年であってもですね、2022年であったとしても、この EU 離脱の、まだ決着がついていないという状況でございます。
しかし、まあ、今回調べてみてですね、EU に戻ろうという声はほとんど上がっていないというふうに聞こえてきます。これ長年の、EU 離脱の議論で、国民がトラウマになっているという見方があります。おそらくそうなんでしょう。もう離脱してしまっているので、離脱が良かった悪かったみたいな議論はしたくないという国民が多いと。なかなかこれ複雑な状況でですね。はい、そのような状況になっています。こちらはですね、イギリスの、若年者失業率、実はかつてですね、イギリスの若年者失業率、若者の失業率が 20% を超えた時がありまして、まあ、非常に問題になっていました。まあ、それから比べるとですね、下がってはいるんですけれども、しかしながら、イギリス、特にヨーロッパ各国でですね、若者の失業率っていうのが非常に高いということはですね、まあ、ずっと問題になっています。まあ、これによって、若者の社会への不満というのはめちゃくちゃ大きくてですね、でこのあたりとなんかその EU 離脱運動がくっついてですね、EU 離脱の大きな、まあ、要因になっていくわけですが、しかしこの若者の不満というのは、全然取り除かれてないというふうに思います。まあ、最悪の時よりは下がってますけれども。で、今回、まあ、本格的な金融引き締めが始まればですね、まあ、景気は後退するわけですね。失業率も増えるわけです。インフレも問題ですけれども、もちろんこれも大問題なんですね。しかしながら、まあ、イギリスでは世界に先駆けてですね、ちょっともうインフレは、まあ、このまま放っておけないということで、一番最初に利上げが始まったということです。今後このインフレと金融引き締めの板挟みがずっと続くわけです。これは日本でもですね、今後起こってくる可能性が極めて高い、世界中の共通問題です。そして今スタグフレーションという言葉がたびたび出るようになりました。これはインフレの一つの形ですけれども、経済が停滞している上にインフレになるという、まあ、社会の教科書とかで習ったやつですけれども、いや、どうもこれが、これになりうるんじゃないかと、なっているんじゃないかと。それがこのインフレと金融引き締めの板挟みという問題ですね。インフレも大問題なんだけれども、金融引き締めにより、膨らんだ金融バブルはやっぱり壊れる可能性が高いです。結果また、利上げにチャレンジするんですけれども、どっかで早期にやっぱりしょうがない金融緩和だと、私はなると思っております。これ結局トルコと同じ状況だと。まあ、イギリスを見てもですね、まあ、おそらくこのインフレと金融引き締めの板挟み問題というのはですね、ずっと続くと思います。そういう意味においてはですね、まあ、イギリスもそう、トルコもそう、アメリカもそう、世界様々な国の情勢を見ていくことによってですね、まあ、結局日本がどうなっていくかとか、何を直さなければならないかということが、分かってくるはずです。イギリス経済も、世界の行方を占うのに大変大きな示唆を、与えてくれると思います。かつての覇権国家イギリス、今回改めて調べてみても、いや、国家としての展望が非常に見えないと、展望が見えないという点ではもう日本ももちろん同じような状況でございます。最近ずっと言っておりますけれども、まあ、ドルが制御不能のインフレになると私は思っております。それに結局日本も引きずられるような形でですね、これから大混乱に、突入していくものと思われます。しかし本当はそれをですね、まあ、かなり難しいんですけれども、避けなければならないし、問題がですね、軽いうちに多くの国民が、目を覚ましてですね、政治経済の方針を大きく転換していくことができればですね、少しでも早く、まあ、国民が不幸な時期が短くなるというふうに思っております。そういう意味合いにおいてですね、まあ、このインフレ問題、いろんな形で、世界各国で現れてきますので、引き続き発信していきたいと思います。はい、本日の解説は以上でございます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。
今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。翼の塔です、お見知りおきを。翼の塔です、お願いします。